眞子さまと小室圭さんの結婚問題、眞子さま、納采の儀、結婚へとか、一時金1億4000万、減額なしとか不穏なニュースが流れていましたが、ここへ来て、宮内庁長官が、小室さんサイドに、異例の最後通帳を出しましたね。最後通帳とは、最終的な要求を文書で提示することで、交渉の終わりを示唆し、それを相手が受け入れなければ、交渉を打ち切る意思を表明することです。借金の件、その他諸々の件、説明しなければもう終わりですよって突きつけたわけですね。これは良かったです。宮内庁の長官がここまで踏み込んだ発言をするのは異例中の異例。皇室担当ライターの証言によると、一連の問題が起きてからというもの、眞子さまは両親との間に見えない壁を作り、一時は食事も別々に取るほどだった。秋篠宮さまがこの度結婚を条件付きながら認めるとしたのも、このままでは家族がおかしくなると思ったから。殿下の辛労は相当ですとのこと。気丈に振る舞ってはいるものの、秋篠宮さまはストレスにより身体に変調をきたし、一時投薬治療をしていたというんですね。上皇夫妻も孫娘眞子さまの結婚問題は気が気ではないようで、宮内庁関係者はとりわけ美智子さまは気をもんでおられた。週刊誌に目を通し小室家の記事を見るたびに心を痛め、お付きの人にこれはどうなのですかと聞いていたと明かしています。そうした状況を目の当たりにしてきた宮内庁だからこそ、今回の異例の言及につながったようです。佳代さんの借金問題については、先日貸した側の元婚約者が返済を求めないと一部週刊誌上で明言しました。それでもトラブル解決とは言い難く、むしろ返済しなくていいということは、この問題が永遠に残ることを意味する。宮内庁が小室さん側にどう考えているか問い詰めるのも当然ですと宮内庁関係者は語っています。元婚約者の代理人は、小室さん側が話し合いの席に着いたのは1回限りだったことを明かしています。消極姿勢だけが際立ち、事の重大さに気づいていないようだったとか。眞子さま相当に小室さんに入れ上げてましたから、ここ数日では結婚に向けて動き出してるなんて報道もありましたけど、この最後通帳はなかなかの効果があると思われ、一部週刊誌の報道によれば小室さん側は結婚を辞退するなんて話もあるとかないとか。小室さんをめぐる問題は佳境を迎えましたね。このまま黙っていることは許されない状況になりました。どのような対応を取るのか。あなたは小室さん側がしっかり説明責任を果たすと思いますか。小室さん、ここはしっかり説明責任を果たしていただきたいところです。そんな願いをサムネに込めました。実際どうなるのか注目していきたいと思います。今回はこの辺で。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよかったらお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。